調だよな。誰かと話してるみたいだ。話が終わったら挨拶しとくか。それが我々の立場だ。直ちに風魔竜を滅ぼすことができないのなら、モンドの防衛をファデューに渡した方が良いかと。モンドの流災は何とかなる。我々があのケダモノを。ケダモノ？おや、代理団長殿は違うとでも。帰国の外交官にはもう少しまともな態度を示していただきたい。モンドの私風主語、その一つを処理したいだと。セピロス騎士の前でそういうザレ言はやめていただきたい。ザレ言など滅相もない。よかろう。今日の協議はここまでだ。今回の成果は双方が誠実に建設的な意見を交わした。それでいいかな。事実通りに記録させてもらう。まあ、おかえり。協力ありがとう。おかげでモンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段落ついた。しかし使節団側の圧力はもう無視できないほど大きくなっている。使節団？外交の使節団か。リーウェ港から？それとも稲妻城から？スネージナヤ、七神の中で標人を祀る国家からだ。その使者には名前があってだな。ファデュイ、聞いたことはあるか？ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が率いるファデュイは風神眷属の力を望んでいる。それが見え見えなんだ。どうかしたか？ああ、騎士団本部に戻ろう。こんなところで大事な話をすべきではないな。モンドと冬の国は同じく七国の一つだ。モンドは独立した城でどの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。大丈夫、次はきっとうまくいく。これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これの構造分析を頼めるか？ええ、ちょっと確認するわね。結晶の中に汚れた不純物があるわ。でもこれ以上は。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し時間をちょうだい。禁書エリアで資料を探してくるから。ああ、ではリサ、その研究は任せた。ええ、何か進展があったらみんなに知らせるわね。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった結晶の中の不純物に近づくと痛みが。なるほど、これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と相殺し合うの。
でもおかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに影響を受けないのね。とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私たちが持っていても痛みが増すだけですもの。不思議な現象だ。これら君自身の特殊性について何か心当たりは？そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士の爵位と代理団長の感謝の気持ちを受け取ってくれ。セピロス騎士団の栄誉騎士？それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を貸してほしい。風魔竜の暴走、変わった結晶、その答えはきっとモンドの平和とも関係があると思う。真実にたどり着けるように風の加護が君にあらんことを願っている。何か新しい発見があったらここに来てくれ。風魔竜の剣にはきっと隠された真実がある。私たちがまだ把握できていない真実が。風魔竜の体や力の異変に関して確かにおかしな点がたくさんある。しかし騎士団にとって今回の襲撃による余波を落ち着かせることが最優先だ。団長から騎士団を預かっている身として、私は団長、そしてモンドの人々の期待を裏切ることはできない。真相をはっきりさせないと。風魔竜の剣にはきっと変わった厚手の制服を着た者たち、ファデュイ、スネージナヤの使者としてモンドに来たんだ。なるべく彼らとは関わらないようにした方がいい。無関係の旅人にとっても彼らとの接触にはリスクが伴うはずだ。最近人と挨拶するのが難しくなったわ。だっていい天気ねって言葉が使えないんだもの。調べたい資料があったら図書館にいらっしゃい。図書館は無料で開放しているわ。ただ借りた本は期限通りにきちんと返してもらえないとお姉さん困るわ。最近人と挨拶するのが難しくなった。荒野にいる怪物たちの資料かしら。図書館にたくさんあるわよ。元素による優勢をうまく利用することが勝利をつかむコツね。そうだ、図書館でアルバイトする気はない？最近雑用、あ、いえ、使い走り、あ、いえ、支援の人手が足りないのよね。風魔竜の剣には、ああ、
ことがあるよな。あの時、オイラたちが見たのは、竜と結晶の他に。なあ、やっぱり覚えてたんだな、あの緑の野郎。下にいるあの人と同じくらい。そうだろ、そうだろ。でもさ、なんかあいつ見れば見るほど同じ人じゃないか。緑のやついなくなったな。元素近くで手がかりを探そう。壁際で消えてるな。ここから上に登ったのか。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつまびき、天空のライアーがそれに答えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪竜が門戸に迫る。大聖堂は神躯の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって
竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。ふーん。あ、あの時トワリンを驚かした人たちだ。トワリン？でも普通の人は風魔竜って呼ばないか。なんで名前を。仲いいのか。さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。たった一度お会いしたことのある異邦人さん。僕は銀遊詩人ウェンティさ。もっと正確に言えば、モンド城で一番愛される銀遊詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな。オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトワリンが、風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙？優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。本当に不思議な力を持っているんだね。君のような人が銀遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。自首はしないよ。別の作戦があるんだ。作戦ってなんだ。竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。からしたらお前も十分変わってるだろうけどな。それに、うん、あいつの声を知ってるだって。オイラは全然わからなかったけど。でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。お、あのすごく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。